はい、皆さんこんにちは、みです。今回は皆さんダイソーから新作が出たのご存知でしょうか。こんな感じで、もうめちゃくちゃ可愛い新作コスメたちが出てるんですね。まるで本当に韓国コスメみたいなデザインでめちゃくちゃ可愛いんですけど、今回はねこちらをゲットしてきましたので、ちょっとレビューしていきたいと思います。ベースはもう仕上げてきてるので早速使っていきたいと思います。まずこちらなんですけど、これね皆さん見覚えあると思うんですけど、ダイソーのねユアグラムのアイブロウパウダーなんですけど、前までねこういうパッケージでブラシも入ってたんですけど、ちょっとねデザインが変わって出てたので買ってみました。今回の新しいデザインはブラシ入れる場所がなくてクリアの蓋になってます。この色がナチュラルブラウンです。この真ん中の色味取っていつも通りのせてみます。なんか使用感はそんな変わんないかな。中身も変わってないのかな。ただパッケージが変わったのかな。なんかブラシがさ入ってないのさ不便だよね。相変わらずめちゃめちゃ発色いいな。今回新作で出たアイシャドウこんな感じで、気になったの2つ買ってきました。こっちがマルチパーパスパレットの 01C ストロベリー、ピンク系ですね。最近ピンクのチークが好きなのでちょっとこっちの色にしてみました。こちらの給食パレットドットアイカラーパレット、私が買ったのは04番の C レリーっていうカラーです。本当にねラメもめちゃくちゃ可愛くって、ここのねくすみカラーがめちゃくちゃタイプだったのでこの色にしてみました。じゃあこっち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 みたいな感じで使ってみようかな。まずこちらのマルチパーパスパレットから使っていきます。ウォンジョンヨみたいな感じのデザインですね。ここ多分チークカラーなんですけど、ここをアイホール全体にちょっと一旦乗せてみようと思います。ベースカラー的な、そしてこのカラーを取ってアイホール全体、ちょっと白い見た目の感じからちょっとくすみカラーなのかなと思いきや、実際塗ると結構明るめ。ちょっとこっちのカラーはどんな感じかな。あーブラウンカラーって感じ。待って、私が色黒い問題。ちょっとこっちの色を塗ってみよう。私が悪いかも。やっぱ色付けがちょっとナチュラルなのかな。こうやって手にのせてもちょっと白い感じで、見た目よりもあのナチュラルな発色かなっていう感じです。キラキラカラー、めっちゃキラキラ。おお、これは普通に可愛い。ここのキラキラカラーを上まぶた全体にのせてみよう。おお、なんかピンクのラメが、色はそんなにつかなくてピンクのラメって感じかな。普通に発色いいです。下まぶたの全体にものせてみよう。こんな感じ。細いブラシにここのダークカラーを取って、この際にね入れてみます。発色はめちゃめちゃ悪くないですね。普通にいいです。普通にめちゃくちゃ発色良くて、私の肌色には正直ここの2色あんまり発色しなかったというか、なんかちょっと薄いかったんですけど、でも普通の肌色の方だったら全然多分いい感じに発色するんじゃないかなって。じゃあちょっとチークも塗ってみますね。めちゃくちゃ白っぽいピンクだ。どうなんだろう、でも私が肌が黒いから結構白いけど、もうちょっと肌が明るめの方だったらめちゃめちゃ可愛いピンクに発色しそうですね。ちょっとカメラだと伝わりにくいかもしれないんですけど、なんかチークをすっごいナチュラルに入れたみたいな感じの仕上がりのピンクカラーって感じかな。じゃあ次はこちらドットアイカラーパレットを使ってみます。全部可愛いけど、まずここの白ピンクをちょっと眉下に塗ってみようかな。おお、
いい感じ。ここの殻をまずはちょっと取ってみようかな。あ、こっちの方が発色いい。見たままの色が出てるわ。こんな感じで。めっちゃそのまんまじゃないですか、色味。もうちょい暗めのカラー。もう私が塗るとそんなに違いがないかもしれない。じゃあこのカラーを下まぶた全体に入れてみます。ここの白は多分普通の白のカラーなので、ここのパープルカラーっぽい色を取って、目頭、おお、めっちゃ可愛い。めっちゃパープルだ。カメラだとあんまり伝わんないんだけど、めちゃくちゃパープルラメです。めっちゃ可愛い。ここの色めっちゃ好み。結構ギラギラ。お、ここの上まぶたの中心に乗せてみよう。うわーすごい。うわー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 すごい発色いい。ここもどちらかというとピンクっていうよりはパープルっぽいですね。ここの色で涙袋を入れてみよう。お、発色いいぞ。下ラインもこれで入れてみるか。パープルラメを涙袋に。白いキラキラをちょっと上から重ねて、でちょっとね暗めのカラーがあるんだよね、ここに。それ気になるからちょっと、あちょっと塗ってみますね。グレー味のある締め色カラーかな。結構光沢感というかパール感が強め。このぐらいのダークさだったらなんかメインカラーに使っても良さそう。こんな感じの仕上がりです。このアイシャドウパレット自体が締め色のカラーが、なんて言うんだろう、アイラインカラーが入ってなくて、ちょっとアイラインカラーがないんですけど、うん、思ったのはこっちよりかはこっちの給食パレットの方が発色はいいです。なんかほんと見たままの色が発色する感じ。なんかこれとこれとか見比べてみると、こことここのカラーちょっとね似てるんだけど、発色の仕方が全然違かった。でこっちの方がホログラムのねキラキララメも入ってて結構可愛い。まあでもこっちはねチークカラーも入ってるからね、ちょっとアイメイク仕上げて戻ってきます。はい、ということで仕上がりはこんな感じです。ちょっとねアイラインとマスカラだけやってきました。個人的になんですけど、もう締め色がね結構ダークだったおかげで、こっちの方が若干漏れてるなっていうのがあって、やっぱアイラインだけだと結構こっちが明るめのねカラーしかなかったので、締め色がなくてちょっとあっさりした感じの印象に仕上がってるかな。ラメの可愛さとか発色の良さで言うんだったらこっちだし、チークもついててほしいっていう人だったらこっちがいいと思うんだけど、アイシャドウとしてまあいいなって思うのはこっちの方かなっていう感じでした。まあ全体的にちょっと今流行りのミルキーな感じの色味というか、明るめな感じの色味、ちょっと流行ってる感じのね色味なので、色白さんにはおすすめだけど、色黒さんはもうちょっとブラウンとかダークめな色味が入ってるものを買うのをおすすめします。まあ色白さん向けかなと思います。じゃじゃーん、チークパレットが出ましたよ。しかも値段が300円。ちょっとやばくない？ひそひそとささやかれているのがこのデイジークと激似っていう、確かにねということでちょっと気になったのでこれは2色買ってきました。とブレンディングチークカラーパレットの01番の C と02番の C、 こっちがオレンジ系でこっちがピンク系です。こっちにピンク系、こっちにオレンジ系を塗っていこうと思います。ちょっとカメラだとだいぶちょっと明るめに映っちゃうなっていうのがあるんですけど、こんな感じの4色です。どうしようかな、一番ポップな色ここのピンクなので、ちょっとここを塗ってみます。じゃあ
ここの色を塗ってみます。じゃあオレンジを塗ってみます。じゃあ一番色が濃いのが多分ここの色なので、ちょっとここを先に取ってちょっと塗ってみます。ごめんなさい私が色が黒すぎてチークの色が発色しないわ。そう、本当に白くなっただけになっちゃった。ちなみにね、似てると噂のこのデイジークのチークなんですけど、色黒いけど一応デイジークのチークって塗るとちゃんと発色するんですよ。ピンクにちゃんとねピンク乗るんですけど、こんな感じでやっぱそれと比べるとなんか結構白い感じかな。この目で見た感じの色味っていうのは似てるっちゃ似てるんですけど、やっぱり発色の感じは全然違うなと思います。私がただ色が黒いので発色しないっていう可能性もあるから、色白さんはちょっと試してみてほしいなと思います。そして最後、これがねめっちゃ気になってたんです。こちら、これがリッププランピンググロスの04番。いろんなね色があったんですけど、一番濃い色をちょっと買ってみました。ちなみに色はシアーレッドです。ダイソーからプランピングリップグロスが出るなんてめっちゃいいやんと思って、ちょっと試してみたくて塗ってみます。何の匂いだろう。おお、スースーする、ピリピリする。ディオールのマキシマイザーとかよりも全然スースー感というかピリピリ感が強めです。おお、すごい。艶感自体は実際そんなに出ないかなと思います。厚み、縦じわを消してくれるとかそういうプルプル感はないんですけど、まあグロスなのでツヤっとするかな。真っ赤とかじゃないのでなんか逆にすごい使いやすい、肌色問わず誰でも使いやすい感じの色味かなと思います。でしかも結構スースー感というか強いからいいんじゃない。でこれで100円でしょ。唇も気持ちぷっくりしてきた気がします。はい、ということでちょっと顔が中途半端なんですけれども、今回はダイソーの新作コスメのレビューをしてみました。全体的に発色も悪くないし、あの質もねやっぱりユアグラムだなっていう感じで、本当にね悪くなかったんですけど、ただ全体的にやっぱりその色味が薄いなっていうのがあって、この実際見てる色よりも実際手に取った色味っていうのが結構薄いんですよ。こんな感じで、だから3トン2トンぐらい明るいっていうのをイメージして買うと失敗しづらいかもしれないですね。色白さんだったらまあほわっとした感じのピンクとかオレンジに発色するかなと思うので、まあ試してみて損はないと思います。300円なんでね。ということで今回はダイソーの新作ユアグラムのレビューでした。めっちゃ楽しみにしてたんですけど、めちゃくちゃいいっていう感じではなくってちょっと残念だったんですけれども、私がねちょっと色が黒すぎるっていうのもまああるので、まあ、色白さん向けの感じかなと思います。全体的に参考になったら嬉しいです。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。